してません。じゃあ一種目目いきます。お願いします。カットしないですよ。うん、ババン。4番。半振りです。この前出れなかった半振りじゃないですか。あ、そう。それはいいですね。東京都マスターズで出れなかった半振り。引き指して。2種目目どうですか心境的に。1振りか2番か泳ぎたい。ってことは1番と2分の1で希望が入るんですか。まあ、そうですね。これ当てなかったらついてない男ですよ。2番。こういうブレ半ブレ練習しなくなっちゃいます。半ブレです。だから半振りと半ブレですね。そうですね。1日目に半ブレ出て、まあ日曜日の2日目に半振り出るような感じ。はい。50種目頑張ります。ウエイトいっぱいしましょう。はい、ウエイトします。じゃあレオポンに次は引いてもらいます。レオポンはあれですよね、水球出身ですもんね。はい、そうです。はい、競泳のレースは経験何回あるんですか。中学校の頃になんとか、はい。今回じゃあマスターズ大会初めてですもんね。確か。マスターズ大会初めて。そうですよね。じゃあ4種目のうちなんでレオポン引いちゃってください。さあ何出たいですか。2バタは入ってないですね。入ってない。さあ出ました。4番。お、半振りいいんじゃない。半振り25秒ぐらいでお願いします。さあ2種目目2番。お、まっちゃんと対決じゃないですか。じゃあ半ブレいいですね。じゃあまっちゃんと勝負して負けた方は罰ゲームありですかこれ。あの半ブレ半振りに決定しました。はい、とりあえず 50m 種目だったんで一安心です。まあ、ちょっとスプリント種目なんで、じゃあここから練習頑張ってタイム追っていけるようにしましょう。では私が引かせていただきます。僕はハッピーゲーム組ではないので1から4の数字ですね。1振り半振りで大丈夫です。はい、じゃあいきたいと思います。いきます。1番。1振りいきます。1振り。1日目1振りですね。よし、じゃあ2種目目いきます。ほい。うわ、3番。1ブレです。1ブレか。1振り1ブレ、まあでも2日にわたって出場することが決まりましたので、しっかりとじゃあ、練習して、前回の1ブレ淡水だったんですけど、その淡水のタイムに近づけるように1ブレちょっと泳ぎます。1振りは頑張って55秒切り。すごい。頑張ります。はい、全然出たな。では続いてブッチ。お久しぶりです。はい、じゃあブッチは何出たいですか。1ブレとかでいいんです。おお、じゃあお願いします。じゃじゃん。何番。1番。1振りです。ブッチーの1振り、僕と勝負ですね。じゃあ頑張ります。頑張りましょう。1振りか。さあ2種目目いきましょう。お願いします。50。じゃん。3番。1ブレです。そういうこと言うからだよ。僕と一緒ですね。まあ、全く一緒。あ、でもカナダに行けるので
そうですね、これは練習しろっていうことですね。そうですね、はい、金沢に向けてじゃあ一緒に100の練習頑張りましょう。知らないように頑張ります。知らないように。はい。では続いて吹本コーチお願いします。はい。吹本コーチはハッピーゲーム組なのでルーレットに10の番号が入っているので、ちなみに何出たいですか？200m バタフライです。200m バタフライです。じゃあ2種目目、吹本コーチお願いします。はい。どこで出たんですか今？壊しましたね。10です。壊したから10です。4。半振り。200m バタフライと半振りっていうことになるんですかね。とりあえずじゃあ10出ちゃったので、木本コーチは。はい。2バタの練習していかなきゃですね。ちょっと。そうですね。今後。頑張ります。応援してます。おう。してるふりじゃないですか。田和田コーチ、ジャパンマスターズのくじ引きを今してるんで、いや早いです。祈りすぎ。和田コーチは出場何出たいですか？本職出さないでください。あのジャパンマスターズのくじ引きなんですよこれ。種目を決めるくじ引き。和田コーチはハッピーゲームチームなので10が出たら2バックか、2バタの出場、どちらかを選ばなきゃいけないです。2種目出るんで2回引きます。じゃあ1回目は和田コーチ、とりあえず、はい、やっぱまあカニが食べたいですよね。ああはい、よし、じゃあ行きましょう。さあ1種目目、あの出してください。ダメですよ、ダメです、不正しないでください。うわ2番ハンブレ。一番嫌だった。一番嫌だった。ハンブレどうですか？2バタの方がいい。ブレは得意でしたっけ、和田コーチ？使いまんです。あれ聞いてたフリーだった気がするんですけど、和田コーチ。小声で言わないでください。あのもう1種目、ああ10出ないかな。ちょっと和田コーチの2バタ見たいんですよ僕。さあ2種目目です。見ないでくださいね、和田コーチ。中見ないでくださいね。さすがだな先輩、10番です。おめでとうございます。ちょ、一番嫌なやつしかブレとほんま嫌やな。あのでも選択あるんですけど、バックとバッタもちろん選択しねえよ、2バタだよ。おお、和田コーチのバッタと吹本コーチも実はこれ2バタ出るんですよ。吹本さんも、はい、勝負ですね。片手オッケーだったっけ？あのインストラクターですよね。ダメですね。じゃあ片手でいきましょう。はい、それに向けてじゃあ今後練習していきましょう。いや、ノー練習でいきます。あ、本当ですか？じゃあ皆さん期待しててください。練習するだけ本当はね、あのね、そんな練習なんかいらないから。まあでもね、頑張りましょう。ちょっと金沢を元気にさせに行きます。頑張ってください。ハンブレとニバタで頑張ります。細川コーチにも聞いてもらいたいと思います。いやいや、さっきのあのジャパンマスターズの、あの出場種目を40歳もう出なくていいんじゃないの？いや、やっぱり世界記録保持者なんで。だから選択あるんじゃないの？え選択です。前回頑張ったんだから出なくてもいい選択なし。ないですね、やっぱりお客さんと一緒に。やっぱこの YouTube を盛り上げるためには細川コーチ出てもらわないと。耳落ち人ですよ。僕はハッピーゲームなしですね。ハッピーゲームなしです。一振り一ブレ、いや半ブレ半振りです。50ブレは出たいんですよ。50ブレ、じゃあ50ブレ引きます。50ブレ2番引かないと50ブレじゃない。3番一ブレ。3番一ブレ。100、1分20秒切れたらいいな。あ、これダメじゃん。もう一個引いてもらいます。2番
半ブレ、1ブレ半ブレです。打倒北島康介、打倒北島康介。じゃあ僕はもうずっとブレの練習をする。そうですね、頑張ります。ブレと、でも1ブレはもしかしたらちょっと本当に肉離れとかしちゃうかもしれない。どうします、頑張ります。ここからの練習行動期待ですね。トレーニングで悩んでいる皆さん、実践的な指導方法を好きな時に学べる毎週11本のコンテンツを配信中。